7番山内陽子議員の発言を許します。7番山内陽子議員。皆さんおはようございます。おはようございます。7番山内陽子でございます。私は項目ごとに質問をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。質問番号1番、琵琶湖修好の歌誕生100周年に向けてお尋ねいたします。財源が厳しくなくなる中でございますが、以前からありがたいご寄付をいただいて畜生に関しまして修繕ができるようになりました。皆さん大変喜んでいるところでございます。お聞きしますと、夏から秋口にかけて修繕が完了し、お披露目の会を予定しているとお聞きしておりますし、またマスコミからも問い合いがあるところでございます。また琵琶湖修好資料館には来年の100周年に向けて高島市はどのようなことをするのか楽しみにしているという問い合わせが非常に多いと聞いております。私事でございますが、議員活動で他市に行きますと同様のことを聞かれます。滋賀の県民化100周年は大変めでたいことだ、何か協力できることがあれば言ってくださいと言われています。皆さん、音楽やスポーツを通じて世代を超えて心を一つにできる良い機会だと期待されていることを感じています。昨年の6月議会で100周年イベントについて、当時の市民生活部から伝承する活動を通じてまちづくりを行っている市民団体をできる限り応援したいとご答弁をいただいたところでございます。そこでお尋ねいたします。現在市ではどの部署でどのような応援をされているのか、現況と課題があればお伺いします。2点目に、市民活動のを尊重しながらもより広がよよごめんなさいより広くつながりを強め、100周年を迎え琵琶湖高島を世界に PR したいものです。窓口をはっきりしてもらいたいという市民の声が大変多くなってきておりますが、市の方針を伺います。3点目、琵琶湖修好資料館が外壁が汚れておりまして、昨年度これを塗り替えておりますが、肝心の琵琶湖修好の歌 が生まれた町という看板の文字がなくなってしまいました。100周年を迎えるにあたり横断幕や上りなどを設置し、本来は広報すべきではないかと思いますが、所見を伺います。以上3点お願いします。梅村商工観光部長。山口議員の質問番号1の1点目、100周年に向けた取り組みにつきましては、これまでから琵琶湖修好の歌資料館の指定管理先である琵琶湖高島観光協会長から今後の対応方針等について協議をお受けし、現在観光振興課を中心に課題整理や具体的な対応策を検討しているところでございます。すでに一部の市民の有志によります琵琶湖修好の歌伝承の会等の活動も把握しておりますが、琵琶湖修好の歌は市民や県民の財産でもありますことから、今後は実行委員会の組織化に向けた準備委員会を立ち上げ、100周年企業記念事業が単に一過性のとしてのイベントで終わることのないように、さまざまな分野からの参画も視野に入れながら皆様の記憶に残る事業として検討してまいりたいと考えております。次に2点目の窓口の明確化に関するご質問ですが、これまでは5年ごとに実行委員会が組織され、一部地域の皆様のご協力で開催されてまいりましたが、
今後は100周年記念事業の開催を契機に、市といたしましても、主体的に関わりを持つためにも、まずは観光振興課を中心に検討してまいりたいと考えております。最後に、3点目の100周年に向けた広報 PR に関するご質問にお答えをします。議員ご指摘のように、100周年記念事業を実施いたします際には、何よりもまず市民の皆様の機運の醸成が必要でありますことから、早急に準備委員会を組織し、有効な広報活動や市内外への情報発信の在り方につきましても、検討してまいりたいと考えております。以上、私からの答弁とします。以上。山内陽子議員。3点目の、候補等に関してなんですが、看板の文字がなくなってしまったということに関しては、もう半年ぐらい経つかなと思っています。で、新しい看板をつける場合、確かにこれは汚れていたので仕方がないと思うんですが、新しい看板をつける場合はどのぐらいの費用が見込まれるんでしょうか。目村商工観光部長。申し訳ないです。今その看板を前と同じようにつけるか、それとも他の形で横断幕とそういう形でするか、そういうことも含めまして住民委員会あるいは実行委員会の方で、検討をしたいというふうに考えております。再生の経費につきましては今現在確認をつかんでおりません。以上。山内陽子議員。ではですね、私は看板がなくなったということに関してはちょっと随分気になってまして、本当は当初予算に上がってくるのかなということを見ていたんですが、6月の補正にも上がってこないのでとても気にしていましたので、この点はぜひよろしくお願いしたいと思います。それともう一点なんですが、やっぱりこの歌っていうのは子どもらに引き継がれて、若い人たちに引き継がれて、やっぱり次の100年を迎えると思うんですが、学生さんとか生徒さんたちのお力もいただかないといけないと思いますし、文化協会とかスポーツの団体などにもご協力いただいて、広くつないでいくことが求められると思うんですけれども、教育委員会の方では、特に教育長、学校に関しては、ぜひとも子どもたちにこの歌がなぜ100年歌い継がれているのか、このまた100年どうするのかということをやっぱり考えていく機会ということにとらまえていただきたいんですけども、いかがでしょうか。富永教育長。ことにつきましては、教育委員会としましても、高島市のこの文化芸術の振興あるいは継承ということから、若いこういう世代もできるだけ参加しまして、そういう方向でいくということは大事であるというふうに考えておりますので、また100周年の準備委員会との教育委員会が加わりまして、またその中で一緒にまた考えながら、そういう働きかけにも努めていきたいというふうに思います。以上でございます。山内議員。まず窓口が決まるということが肝心でした。で、今までは窓口がなかったので、いろんなところでバラバラの声が上がっていましたので、今回窓口が、観光振興課ということで、ぜひこれ、教育委員会も積極的に一緒になって、みんなで盛り上げていっていただきたいと、人のつながりが深まるような形で進んでいただきたいと思います。次の質問に移ります。質問番号2、病児保育についてお尋ねいたします。市のアンケート調査では、仕事と子育てを両立する上で一番大変だと感じる事項として、80% の方が自分の病気や怪我の時、もしくは子どもの急病児の対応を挙げています。高島市子ども子育て
支援アクションプラン2015では総合的判断だと存じますが、病児保育について年間350人程度の利用を目標として、その周知と利用しやすい環境づくりを取り組むまたは検討するというふうに書かれてございます。しかし利用者の減少傾向が続いているところでございます。病児保育とは単に子どもが病気のとき事情によって保護者に代わり子どものお世話をするということだけを意味しているのではございません。本来子どもは健康なときも、あるいは病気のときはなおのこと最も適した環境でケアされるべきと考えます。子どもに適切な環境を切れ目なく提供する社会的な基盤の一つとして、私はもっと広い意味で捉えていただきたいと考えています。今回の質問は一番大変と市民が回答された子どもの急病児の不安の解消に向けて、いつでも安心して気軽にご利用いただける病児保育に対して何が必要かということを一緒に考えることでございます。現在高島市では高島市民病院におかれまして、市の業務委託費年間720万円を受けて、市の使用書に基づいて事業が行われます。今回目の前で病気で困っている子どもに、私たちは最大限何ができるかということをテーマに議論したいと思います。1点目でございます。周知に関する取り組みについてそれぞれにお伺いいたします。2点目、利用者ニーズはどのようなものが主にあるのかそれぞれにお伺いいたします。3点目、利用者が減少傾向である理由は主に何だと思われるでしょうか。後で参考資料も見ながら議論をしたいと思います。4点目、負担を減らし利用しやすい環境を整えることが求められます。市では具体的にどのような取り組みをされるのかお尋ねいたします。5点目に、業務委託使用書には緊急時の対応についてあらかじめ取り決めを行うよう記載されていますが、命に関わることですのでどのような内容を取り組みされているのか お伺いいたします。6点目、保育の途中で子どもの体調が悪化した場合のことについては使用書に書かれておりません。市はなぜ使用書に定めないのか、また委託先ではどのような対応を取っているのかお尋ねします。以上6点でございます。ああそうか、ごめん。はい、7番、山内陽子議員の質問番号2に対する当局の答弁を求めます。はい、清水健康福祉部長。山内議員の質問番号2の1点目から4点目そして6点目のご質問にお答えいたします。まず1点目の周知についてですが、利用対象児童の保護者に対しチラシの配布等を行っております。チラシの配布は市内すべての保育園、幼稚園、認定こども園と小学校1年生から3年生までの児童の保護者に約2800枚を配布しております。また各保健センターなど子育て支援に関わる場所に利用申し込み書類とチラシを設置しております。合わせて防災行政無線や広報高島で周知を行っているところでございます。次に2点目の利用者ニーズについてですが、過去に行ったアンケート結果によりますと、利用手続きの簡素化、保育時間の延長といったものをはじめ、
インフルエンザでも利用できるようにしてほしいや、子どもの熱が上がってきたときに結局迎えに行って仕事を休んだ、また場所が篠橋で利用しづらいといった内容がございました。次に3点目の利用者が減少傾向である理由についてですが、こちらも過去に行ったアンケート結果によりますと、減少の原因として考えられるのは、一つ目には利用手続きが煩雑で、特に利用の前日や当日にかかりつけ医に受診し、医師の意見書をもらって病児保育室に提出する必要がある。また半日または1日仕事を休む必要があるので仕事を休む方が早い。二つ目に自宅や勤務先から病児保育室までが遠いなどがあり、こうしたことが減少している原因の一つではないかと推測されております。次に4点目の利用しやすい環境を整える取り組みについてですが、これまでに改善した点といたしましては、まず平成23年度から改善した点として、一つ目に迎えの時間を考慮し、夕方の利用時間を30分間延長しました。二つ目に利用できる対象児童を、開設当初は保育園、幼稚園の通園児童であったものを小学校3年生まで拡大いたしました。次に平成27年度からは、利用できる対象児童を生後6ヶ月からとするとともに、未就園の児童であっても利用が必要と判断されるときは受け入れを行っております。また受け入れができる病気を条件付きで拡大しておりまして、インフルエンザについては解熱翌日以降に限り受け入れを行うなど、市民の声を反映させて改善に努めてまいりました。次に6点目の保育途中で子どもの体調が悪化した場合について、使用書の定めをなぜしないのかについてですが、使用書では併設している医療機関との連絡体制を整え、緊急時の対応にあらかじめ取り決めを行うことと明記するとともに、利用していただきます保護者へお渡ししている案内書類には、保育利用中に症状が悪化し病児保育室での利用が困難になった場合は保護者に連絡させていただきますので、必ず連絡のできる体制をお願いします。保護者の方でかかりつけ医の診察を受けてくださいと記載して保護者のご理解をいただいておりますので、細部の定めをしていないところでございます。以上、私からの答弁といたします。吹田市民病院事務部長。山内議員の質問番号2のうち、業務委託を受けています市民病院としてご質問にお答えします。まず1点目の病児保育の周知についてでございますが、院内掲示板に案内チラシを掲示するとともに、病児保育室のドアには手作りで子ども向けの絵を貼るなど目立つ装飾を行い、周知を図っているところでございます。次に2点目の利用者ニーズについてでございますが、平成25年に健康福祉部が実施したアンケートでは、利用者の大部分が満足したとお答えいただいております。なお病院といたしましては、アンケート等の実施はしておりませんが、利用者の方の方で、意見等がある場合は病児保育のご利用時に直接お聞きしているところであり、今後とも利用者ニーズの把握に努めてまいりたいと考えております。次に5点目の緊急時の対応についてでございますが、業務使用書には併設している医療機関と連携体制を整え、緊急時の対応についてあらかじめ取り組みを行うことと明記しているところですが、ご承知のとおり現在の病児保育室は高島市民病院の建物内に併設する形で設置しておりますので、緊急時には市民病院の救急医療体制の中で迅速に対応させていただいていただくこととしております。次に6点目の子どもの体調が悪化した場合の対応についてでございますが、常時専属の看護師を配備しておりますので、お預かりしている子どもさんの体調管理には十分配慮させていただいておりますが、体調が悪化した場合は保護者に連絡するとともに相談させていただきまして、保護者にご理解 ご納得いただいた上で適切に対応しているところでございます。以上、私からの答弁とします。以上。はい、山内議員。丁寧に
答弁いただきましてありがとうございます。皆さんにお配りした資料を見ていただけますでしょうか。各自治体の病児保育、県内では10の自治体が取り組んでおられます。これは、県の資料に基づきまして、各自治体にどのくらいの利用者があるのかということをヒアリングした結果をまとめました。大津市の場合は、大津市の担当課にお伺いいたしまして、現況と課題も含めましてお尋ねしたところでございます。さっと見ていただいた感じで感じられることは、これは、あくまでも参考資料として取っていただきたいんですが、上から大津市から栗東市の方は診療所が病児保育をしています。大津市の場合は4カ所ありますので、一部保育園でも行われています。それで、下の、長浜市から前原市ですが、公の機関が、事業を行っているところです。守山市と甲賀市の場合は直営でございます。高島市の場合は市民病院に委託という形態を取っております。守山市の場合は高島市と同じく40名、延べ利用者が40名程度なんですが、守山市民病院内で、サービスを行っているという点では環境は似ているんですが、守山市民病院の場合は病後児ですので、回復期の子どもさんだけの受け入れでございますので、40名で、お尋ねしましたところ、病後児にの子どもさんについて38度5分までお熱が上がった場合は親御さんに迎えに来てもらうか、もしくは迎えに来れない場合は守山市民病院内で治療を行いますということでございました。もう1枚目の大きな連絡表という、A3 の資料をご覧いただきたいと思うんですが、去年平成27年度病児保育は、法律で定められたものになりましたので、病児保育については、実施要項が定められております。で、利用しやすい環境を整えるという意味で、その隣にありますのが国が様式例として掲げております連絡表でございます。高島市の場合は医師の意見書となっております。裏面を見ていただきたいんですが、これも参考資料として比較検討いただきたいんですけれども、向かって右側が高島市の現在の様式で、病児保育のにを受ける場合は前もって医師の意見書が必要となります。で、これは有料で書いていただかなければ文書代がかかります。で、他市の場合もいろいろ取り寄せたんですが、守山市の様子を見ますと、国の様式に合わせて、下の太い括弧ですね、病後児保育医師連絡書となっております。これは、だいぶ国に合わせて簡素化したパターンになっています。大津市の場合はもちろん連絡表に変わっているんですが、意見書じゃございませんので、職員の担当者にお尋ねしたところ、医師の文書代は不要ということで、サービス、医療機関のサービスということで連絡表という形で大津市さんの場合も取り組んでおられるということです。企業の説明また後でします追ってしますが、再質問に移らせていただきます。ただいまご答弁にもありましたように、利用者ニーズにつきまして、なぜ難しいのか、いろいろとお答えいただいたんですが、結局預けても病気が悪化した場合、保護者に引き取りに来てもらって
かかりつけ医 に受診してもらうというルールは市のルールだと思うんですが、なぜ高島病院では見てもらえないのか、その辺につきましては市の担当者はなぜかかりつけ医の方にせっかく高島病院まで連れて行ったのに保護者に迎えに来てもらってかかりつけ医にかかってくださいということを最初から前提条件にされているのかということについて、なぜなのかということをお尋ねさせていただきます。清水健康福祉部長。お答えいたします。この事業につきましては平成20年の11月から実施している事業でございます。その事業実施にあたりまして、市内の医師会でありますとか、関係するところに、実施ができないかということでお伺いをさせていただきました結果、最終市民病院という形になっております。で市民病院 のいろんな事情もございますので、市民病院とも協議した上でこういった書式にさせていただいて、お迎えに来ていただいてかかりつけにかかっていただくというふうなことにしております。以上でございます。はい、山内議員。ですね、運用上ですね、一番困るのが夕方まで預けられるということを前提に預けて、じゃあお昼から熱がちょっと高くなったのでお迎えに来てくださいねということで戻される、結果として1日休むことになったっていうところにつながっていくわけですが、それでは切れ目のない支援というふうに言えるのかどうかっていうことですが、ご所見はいかがですか。清水健康福祉部長。お答えいたします。議員仰せの通り、確かにニーズからいたしますと保護者の気持ちを考えた上では、最後まで病児保育でお預かりできるのがいいかなと私も思っております。以上でございます。山内議員。すいません、先ほどこの資料を見ていただいたと思うんですけれども、診療所で病児保育をしている場合はその診療所の先生が具合が悪くなったときは医療行為をすることになっておりますので、安心して最後まで親御さんが預けることができる状態になっておりました。これは想像なんですけども、数字として上がってきている延べ人数が、倍ほど違う、5倍ぐらい違うというのはそういうニーズを満たしているからではないかというふうに私は考えているんです。例えばこれはコアラという彦根市の、病児保育のリーフレットなんですが、最初からこのリーフレットには注意事項として、入室時にお子さんの急変など保育士や看護師がの診断を必要とし医療行為が行われた場合は事後承諾になることもございますのでご了承くださいというふうに最初から書かれていますので、最後まで安心してこの子をこの保育所で病児保育で預かってくれるんだなという安心感がやはり途中で帰させるというよりは何倍も違うんじゃないかなというふうにいます。で、預かった引き取った子どもは親御さんがどうされているのかっていうのは、清水さんご存知ですか。清水健康福祉部長。お答えいたします。存じ上げませんが、推測するところではお家ので見ておられるんじゃないかなというふうに考えております。以上でございます。山内議員。それも推測で、あとお湯はなかなかできないんですが、私今回だいぶ力を入れていろんな方にお尋ねをしましたし、保育園にも聞きに来ましたし、他の市町にも何かいい方法がないかと思っていろいろ聞きました。で、一番つらかったのは迎えに来てくださいと言われて迎えに行くことになっても自分は仕事が休めないので車に病気の子供を乗せて
5時ぐらいまで働いてますと。かかりつけ医の小児科の先生は、だいたい夕方の診療が5時、6時になります。ですから、家に帰って子供を見るのではなく、仕事が休めないですから、結局、車の中で子供を見ながら仕事をするというお話を何個か聞きました。で、私もそうやって子供を実は育て、その頃は病児保育がなかったので、車の中で子供を見ながら保育してきましたけども、結局1回だけ悪化させて、こじらせて入院させる羽目になってしまったということが思い出してとてもつらかったです。何か病院としては改善策はないんでしょうか。吹田病院事務部長。病児保育につきましては、今の要は、お預かりしている要は、実績でございますが、平成20年の11月から、この、28年5月まで、合計563名にご利用いただいています。先ほど申しました保護者への連絡については、要は合計、8年余りで、11件ございます。お迎えについては、6件、ございます。6件のうち、20年から23年度にかけましては、かけて要は5件、それから24年から27年度にかけては0件、28年のこの5月に要は1件というところでございます。もともとこの病児保育につきましては、医師の意見書等の作成、こういうことで、地域の医療機関との連携や要は協力体制、これがあって要は成り立っているものというふうに理解しております。例えば病児保育の利用者の要は全てを市民病院で受診、診察するとなると、要は地域の要は医療機関との連携、こういうのが要は困難となってまいります。病診連携も図れないというような結果になってくるというふうに思います。このことは保護者の方もよく理解をされておりまして、常にかかられている要はかかりつけ医に受診をされているというのが現状でございます。山内議員。今水田部長の方が緊急のことに関してもお触れになっていると思うんですが、子どもが体調が悪化した場合はまず親が迎えに来てもらわなきゃいけないよと。親が迎えに来てもらっても仕事が休めなかったら、かかりつけ医があくまで車に乗せてお仕事を続けている親御さんのお話を聞くと、そういうお話がお母さん同士の中で病児保育に行ってもまた迎えに行かなきゃいけないからねっていうような話で広まっていってしまうっていうことが私は心配しています。また緊急時の対応についてなんですが、では緊急時の対応というのは去年は何件あったんでしょうか。吹田病院事務部長。市民病院の救急で要は、診察、させていただいたのは0件でございます。はい、山内議員。結局私思うんですが、具合が悪くなってしまってそこで親に迎えに来てしまうということはそこで返してしまうわけですから、緊急対応もないのではないかというふうに普通は考えるんですけども、その関係についてはどうなんでしょうか。吹田病院事務所。返してしまうということではなしに、保護者と要は連絡をさせていただいて、具体的には要は、うちの病院でやらせてもらってますのは、
熱がまあ39度になった時点で、要は保護者に連絡をさせていただくこととしております。それに加えて、倦怠感、これはまあぐったりしている等が認められた場合は、保護者と相談の上で、保護者の判断と責任において、要はかかりつけ医の診察を受けていただくよう、要はお伝えしているというところでございます。はい、山内議員。じゃあ、質問の仕方をちょっと変えさせていただきます。先ほど見込み人数に関して、答弁もいただいているんですが、平成27年度の目標、これは子ども子育てアクションプラン2015でございますが、平成27年度の見込み量としては、高島市においては354人利用されるだろうというところでございますが、実際は49名の延べで言いますと、延べの利用が49名になっております。本来350ほどの利用があるのではないかというふうに見込まれておる目標数値が、市が作っておられる数字だということをちょっと念頭に置いていただきたいと思います。で、なぜ利用があまり進まないのかというので、清水部長の方から、手続きが煩雑であるとか、結果として仕事を休む結果になることが多いということが主な理由ではないかというふうにお答えいただいているんですが、では普通に考えたら病児保育というのは増加すると思うんです。保育園に入りたい子どもも増えていますし、女性のシェア、社会進出も増えてますので、利用したくてもしていない人、例えば利用したいと思っているんだけども実際は利用していない人、利用している人のニーズはお聞きしましたけども、じゃあ、なぜ利用しないのかっていう必要がことを聞く必要があるのではないかと思います。民間で言ったら掘り起こしというんですが、利用されていない方がなぜ利用しないのかというところについては考えたことはありますでしょうか。議長、健康福祉部長。清水健康福祉部長。お答えいたします。利用されていない方のニーズ把握というのは、アンケート調査も行っておりませんので承知はしておりません。ただ推測されることといたしましては、先ほど諸問の答弁でも申し上げました通り、利用の申し込みが煩雑である、また市民病院にお願いしていることから、高島市の端っこにあるということで、なかなか、遠距離になって利用しづらいというようなことが考えられるというふうに思っております。以上でございます。山口議員。委員長、ごめんなさい、すみません。ということは、なかなか一生懸命チラシも配布しても浸透していないというふうにお答えになっていると思うんですが、国が、病児保育に関する実施要項を作っているのはご存知かと思うんですが、ご存知ですか。清水健康福祉部長。お答えいたします。承知しております。以上でございます。山口議員、いろいろね、調査されてね、再質問ですんで、できればね、山口議員がどのようにねしたらいいと思えるかね、そういう提案をできたらしてください。どうぞ。私は思うんですが、健康福祉部にとっては高島病院に委託している事業だからという意識はあるかと思います。で、高島病院としては大事な事業ですけども、市から委託を受けた仕様にのっとってされていると思います。ですけども、本来利用されてない方がどうして利用してくれないのかな、気楽にしていただけないかのかなということをもっと考えるべきだと思います。そこで病児保育の事業について、国が定めた、
実施要件っていうのがあるんです。この事業はなかなか難しい事業です。設備も置いとかなきゃいけないし、人も置いとかなきゃいけないし、需要があるかどうかわからないものも含めて社会基盤だと考えるんですが、まあ、国の実施要件としてはこの病児保育が浸透するように本事業にを担当する職員は利用者が少ない日において感染症流行の状況や予防等などの情報提供について、病児保育のされている事業者が巡回して支援をする、適宜実施することということで、これは、実施要件の中に入っているんですね。要するに、私が言いたいのは、今、一生懸命やられていると思います。で、私もお医者様もいましたので、どういう思いでされているかっていうのも知ってるんですが、チラシを配布するっていうのも、あんまり手渡しでマンツーマンではない。病児保育に来られる方は一部の方です。そうなると今おられる職員の方が巡回支援をする、要するに外に出て行って病児保育のことを PR するであるとか、もしくは普段から気をつけてほしい予防の作業であるとか、さまざまなことを出て行って保育園にもしくは学校にまたは会社に行って広めるということもこの実施要件の大事なポイントだと思うんですが、これはなされる気持ちはないんでしょうか。清水健康福祉部長。清水健康福祉部長。お答えいたします。おっしゃる意味はよく理解できます。私どもといたしましては担当だけでございませんで、それぞれの保健センターでありますとか、子育て支援に関わる部署で全ての時点でこの病児保育を理解しておりまして、保護者の皆様にご周知させていただいているという状況でございます。以上でございます。はい、山内議員。周知しているということは何度も聞いたんですが、お医者様に勤めている職員の方が地域に出て行って、ここのお医者様の職員さんが自分の口で広げる、で直接お母さん方のニーズをつかむ、誤解があるようだったらそれを理解してもらうっていうことを使用書に入れていただけないんですかっていうことを申し上げているんです。以上、健康福祉部長。清水健康福祉部長。その点につきましては病院の方と協議をさせていただいて、今後ちょっと考えさせていただきたいなと思います。以上でございます。はい、山内議員。もう時間もございませんので、手続きについて煩雑だというふうなことは認識していただいていると思うんですが、先ほど資料でも示しておりますが、国の方は連絡書で結構ですというふうに非常に簡単になっております。で、他市の場合も連絡書で対応されています。で、高島病院と、市の間の使用では意見書という形で文書代がかかるということについては、これも親のご負担になるんですが、改善はできないんでしょうか。以上、健康福祉部長。清水健康福祉部長。お答えいたします。事業の実施につきましては、高島市の病児保育事業実施要項を定めまして実施をしております。平成20年に始めました時からでございますが、かかりつけ医ではない市民病院が子どもを安全にお預かりするためにどうすればよいかを考えまして、先進地視察の実施でありますとか、また市の医師会のご協力もいただきながら、かかりつけ医からの病児保育医師意見書を作成して、現在も引き続き使用しているところでございます。また事業実施に関しましては、病児保育医師意見書にかかる文書料に対する一定の配慮もお願いしております。これにつきましてはどういうことかと申しますと、市の医師会とお話をさせていただいて、できるだけ安価に、できるような形で、意見集約しているところでございます。委員ご指摘の
病児保育医師意見書の国の実施要項で示します連絡表でございますが、こちらの方についても私どももう、まあ、簡素化するということは必要であると考えておりますので、今後ちょっとまた市の医師会とも調整いたしまして、また病院とも連携を取りまして、その実施ができるかどうかについて協議してまいりたいなと考えております。以上でございます。はい、山内議員。じゃあもう最後になりますけども、実際に私いろいろと保護者の方に聞くと、やっぱり利用はしたいんですけども、パートの自分たちには関係ない事業だっていうようなことをたくさんの方がおっしゃいました。それは利用されてない方のニーズです。で、パートの場合は時給800円ほどで働いているので、手続き等に時間がかかってしまうと、結局休んだ方がマシだったんじゃないかっていうような意見を持つ親御さんの声をたくさん聞きましたし、一番先ほども何度も申し上げましたけども、かかりつけ医に戻してくださいということで保護者が引き取ったとしても、かかりつけ医が開くのは夕方の5時6時ですので、正社員の方でも車に子どもを乗せて、あまり良い環境じゃない、決して良い環境じゃないですよね、車に子どもを乗せて走らなきゃいけないっていうのは。そういう実態があることをすごく悲しそうに言われると、やっぱりこれは何らかの形でそのつなぎをですね、その病児保育のさらにつなぎをしていく必要があるのではないかと思います。そういう意味で市の子育てプランの中にも、ファミサポの支援事業の中に候補としては挙がっていますので、病院からその家庭につなぐもう一つのクッションをサポートが連続して行えるようにしっかりと考えていただきたいと思います。いかがでしょうか。清水健康福祉部長。お答えいたします。今議員仰せの通りでございます。ファミサポートの事業の中にはそういうことも載せております。今後はちょっとそのあたりにつきましても対応できないか、ちょっといろいろ検討してまいりたいなと思っております。以上でございます。ありがとうございます。なかなかまとまりませんでしたけども、十分お答えいただきましたので、また今後に期待していますので頑張っていただきたいと思います。以上です。以上で7番山内陽子議員の質問を終わります。